アンソニアは、アメリカが州国コネチカット州、ニューヘイブン郡西部に位置する都市である。2010年の国勢調査では、人口19249人であり、ニューヘイブン郡にある7都市の中で、第6位である。ノーガタック川沿いに、ダービー市のすぐ北にあり、ニューヘイブン市からは北西に、約12マイルにある。郵便番号は06401である。市内には、 ニューヨーク市のグランドセントラル駅とをつなぐ通勤線、メトロノース鉄道ウォーターバリー線のアンソニア駅がある。コネチカット交通が市内でバス便を運行している。コネチカット州道8号線が市内を通っている。アンソニアは銅の都市とも呼ばれ、ノーガタック川下流バレーでの重機械製造業の歴史を認識されている。製品には銅、真鍮、ゴムとプラスティック加工。 型鋳造と押し出し成形、鉄鋳造、シートメタル、電気、自動ネジ切り、木、繊維、炭造品がある。著名なアンソニア時計会社は1851年に、ここで創業された。アンソニアは、アメリカ独立戦争時の大佐で、外交官にもなったデービッド・ハンフリーズの生誕地で、ある。高校のフットボールチーム、アンソニア・チャージャーズに死が傾倒していることは、 伝説的なものである。当初はザラベンダーと呼ばれ、毎年感謝祭の朝に、祝園のライバルのノーガタックと試合を行っており、この二つの町にとって、重要な行事の一つになっている。アンソニアがある地域は、ノーガタック側に沿っており、現在のアンソニアのエルム通り部分と、ダービーのダービーアベニュー部分があり、1652年に、イングランド開拓者が入ったのが始まりだった。 当初はダービーのタウンシップに属していた。初期開拓者は自給自足農業を行い、川の水を使って製材所や製粉所を動かした。1844年、商人で事前事業家のアンソン・グリーン・フェルプスが工業の発展を可能にするために、バーミンガムの古いボロをノーガタック側の西側に沿って北に拡大したいと考えた。1844年、フェルプスは、 当該地の所有者から土地を買収できず、川の東岸の土地を取得した。今日、これが、アンソニアの中心街となっている。川の水力を使って、新しい工業村の工場や企業を動かすために、運河が掘られ、それをフェルプスが、アンソニアと名付けた。その工業村を、フェルプスビルと名付けようと思ったが、地域にはすでに同じ名前のビレッジが存在することが、分かった。 フェルプスは友人の助言に従い、ファーストネームをラテン語化してアンソニアという名前を作った。工業が発展するにつれてアンソニアは多くの工場があるダービーの中でも最も人口が多い地域になった。州は1864年にダービーの中のボロとして承認し、さらに1871年には自治体として完全な権利を認める改定を行った。 1888年、ダービーとは別のタウンシップとする目的で、アンソニア・ボロの住民の間に請願書が回された。1889年、州議会は、その分離を認め、ボロ、ヒルトップ、ウェスト・アンソニア、エルム通り地域を、アンソニアと呼ぶ新しい町として構成させることとした。これは、コネチカット州内で168番目の町だった。 1893年、アンソニアは、市として法人化され、隣接する町や、古いボロと統合された。1910年頃のアンソニア駅1955年8月19日、ハリケーンダイアンが降らせた雨でノーガタック川が、氾濫しで起きた洪水で、アンソニアは、大きな損害を受けた。川沿いの土地が浸水し、多くの家屋や企業を破壊した。 アンソニアの東部と西部をつなぐ二つの橋の一つ、メープル通り橋が溢れた水で流された。この氾濫後に、市当局は川の東岸に沿って防水被下げを建設し、市の工場やメインストリートを守ることにした。西岸はブロード通り沿いの破壊された家屋と企業のブロックに変えて、連邦政府が公共住宅を建設し、現在オルソンドライブと呼ばれている。 洪水の後で郊外化が続いた時代に、アンソニアのメインストリートでは、小売店舗が郊外にあるアンソニアモールに移り、通りは衰退した。その後も他のモールが、買い物客を近くのミルフォード、トランブル、ウォーターバリーの街に引き寄せていった。20世紀の後半以来、メインストリートはいくつかのアンティック店、ワインバー、コーヒーショップ、ポーランドのデリカテッセン、 その他の小売業がオープンして、再活性化されてきた。アンソニアの工場、2008年撮影アンソニアでは、日刊誌のイブニングセンティネルが発行されており、ノーガタック側バレーで幅広く購読されていた。しかし、コネチカットポスト紙の親会社が1980年代にイブニングセンティネルを買収し、廃刊にしないと約束していたにもかかわらず、廃刊にした。 コネチカットポストを地域一番の新聞とする位置づけを確立したかったと考えられる。その代替としてオンラインのみのニュースサイトが昔の新聞に敬意を表してザバレイ・インデペンデント・センティネルと名付けられ2009年6月22日に出発した。1960年11月6日の早朝、アメリカ合衆国上院議員ジョンカイ・ケネリの 大統領選挙運動の車列がウォーターベリーに行く途中のアンソニア市役所の前で民衆の前に姿を現し短い演説を行うために停車した中心街に数千人の聴衆を集めトランジスタラジオを持っている多くの者がケネディ上院議員のアンソニアに向けて進むのをわずラジオが実況中継するのに耳を傾けた 大統領当選後のケネディは1962年10月17日にやはりウォーターベリーに行く途中でアンソニアに戻ってきた。ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領が1992年の大統領選挙運動中にヘリコプターでアンソニアを訪れた。ニュージャージー州の広い範囲で損害を与えた悪天候のためにかなり予定を遅れていた。遅れて到着して 簡単な演説を行ったので、住民はブッシュがアンソニアを軽く見ているという印象を持ったものが多かった。2000年、アンソニアを含むノーガタック川下流バレーがナショナルシベックリーグによってオールアメリカシティに指定された。ゴム工場の火災2001年5月、風に煽られた火災がアンソニア中心街のノーガタック川沿いにあった超巨大ゴム工場である。 ラテックスフォーム会社の建物を破壊した。この火事で250人の仕事場である床面積28万4000平方フィートの建物を全焼させた。多くの軍から派遣された消防士が5日間にわたって開くことなく火事と戦い続けた。悪臭のする煙が雲となって首都周辺の街に広がり火災でできた化学副産物が近くの川の生態系を壊した。 この火災で空いた空間にターゲットコーポレーションの店舗が建設され、2007年7月にオープンした。火事の後で、ラテックスフォーム会社は、近くのシェルトン市の修道110号線沿いに空いていた工場を買収し、創業を再開した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.2平方マイルであり、このうち陸地6.0平方マイル。 水域は0.15平方マイルで、水域率は2.72%である。地域はノーガタック川によって2分され、流域の川西から大変急な斜面のある、丘陵前広がっている。川の西岸はダービン市とシルバー川沿いのシーモア町に接している。東岸は市内のヒルトップ地区がウッドブリッジ町に接している。川沿いの土地は、 大半が工場用地となり、市の北園に近い西岸の森がある地域は、アメリカンブラス社に所属している。1990年代初期、この場所は、テキサス州のアメリカンデフフューエル社から、固形ゴミから電力を生むコジェネレーションプラントに、使用する提案があった。この提案が議論を呼び、住民からの抗議で提案が潰れた。アンソニアの土地の多くは、住宅で占められ、 一エーカー以下の土地に一戸建てあるいは二戸、一の住宅が建っている。広い土地に建つ大型家屋はヒルトップ地区で見られる。ヒルトップのアンソニア自然センターは開けた草原や森を保存しており、学校の遠足に利用されている。市の東の端にあるヒルトップでは以前に空港が運営されていた。冷戦時代、アメリカ軍がこの空港のサイロにナイキミサイルを配置していた。 軍部がこの空港敷地を他の用途に開放して、以来、開発業者がそこに住宅を建設してきた。ナイキの基地は、常用和旧車のある馬牧場に使われている。昔の基地の名残も、いくらかは残っている。アンソニアの気候は季節によって、温度差が大きいのが特徴であり、夏は暑くて湿度が高いことが多く、冬は、外して温暖、または冷涼になる。 結編の気候区分によれば、温暖湿潤気候、略号では CF にあたる。2010年国勢調査で、の人口は19,249人だった。人種構成では、白人77.6%、黒人11.6%、インディアン0.3%、アジア人1.9%、その他の人種5.3%、根結3.2%だった。 16.7%は人種を問わず、ヒスパニックあるいはラテン系だった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。少数政党には、コンサーシティズン党とアメリカ緑の党が含まれている。アンソニア氏には、重機械、電力供給設備、新中と銅の製品、絹製品の製造者がある。アンソニアと、ダービー、シェルトン各市、シーモア、 ビリコンフォールズ拡張が州内でも重要な工業地帯を形成している。ピューリッツァー賞を受賞した著作家セオドア・ホワイトは、その著作、大統領を作る1960年の中でノーガタックが和バレーのことをヤンキーの創意工夫の温床として表現した。市内にはバンベリー・インターナショナル・ミキサーなどプラスティックとゴムの加工機トップメーカーである。 ファレルコーポレーションの本社がある。完成品のメーカーに金属棒、針金、チューブを供給するアンソニアカッパーブラスも市内にある。大いに成功していたアンソニア時計会社は1851年に市内でアンソニア時計の製造を始めた。この会社は1878年にニューヨーク市ブルックリンに移転したが、元いた市の名前を社名に残している。 20世紀後半以来、重工業が出ていき、就職機会は海外に出ていった。元の工場は開いたままである。1980年代後半、市は北西一気でファウンテンコ商業団地の開発を始めた。そこには、スペクトラムプラスティックスやホーマーポンプ車が入っている。2007年、ロバート新島が所有する。 RD 新東社が広さ40万平方フィートのオフィスビルのある公園のさらなる開発を始めた。2002年から市当局と住民は中心街地域の再活性化に取り組んでいる。マーシャルズとボブズという二つの大きな地域、医療小売業が2006年に店を開いた。国際的な百貨店のターゲットがモトラテックスフォーム会社の跡地に新しい店舗を建設した。 2009年、コカ・コーラ、フリースタイルがアンソニア・ダッチェス・レストランに備えられた。これは実用化された世界で初めてのフリースタイルマシーンだった。ニューヨーク市やフェアフィールド群の大都市圏から近くの町に企業が移転することで、コネチカット州南西部における経済成長と豊富な雇用が生まれた結果として、アンソニアの住宅市場は2000年代初期に改善された。 市のイーストサイドがこのまれ、住宅の平均価格は2001年から2006年の間にほぼ20%増加した。市当局は、住宅の市場価格の混在を目指して、町のウェストサイドにおける、連邦政府の住宅プロジェクトを終わらせている。公共住宅に関する政策には、多くの変化があった。この地域に貧困層が集中しているために、犯罪率が高くなっている。 メトロポリタントランスポーテーションオーソリティのメトロノース鉄道のアンソニア駅があり、ニューヨーク市のグランドセントラル駅とをつなぐ通勤線ウォーターバリー支線の駅である。北のウォーターベリーから南のブリッジポートに走り、ブリッジポートで乗り換えてニューヨーク市に行くことができる。アンソニアからグランドセントラル駅まで約2時間である。コネチカット交通が市内でバス便を運行しており、 ニューヘイブン市とつながれている。アンソニアは3つの公衆安全機関によって守られている。市役所と西メインストリートの ARMS ビルを本拠にする緊急管理事務所を運営している。アンソニア救命医療サービスは市内で救急救命サービスを行っている。ARMS と略称され1991年に 元のアンソニア市民防衛管理局から設立された。救急車3台、第一対応車、救命トラック、空気供給証明車、大規模被害対応トラックのほか、多くの支援車や証明トレーラーがある。救急車を運行するために、ボランティアとパートタイム給与人員で、組織されている。アームズは、南中地域救急通信システムの一部であり、要請に応じて、周辺の町と、 総合援助を行うことになっている。局長と二人の副局長、理事会が指導している。常勤監督官とボランティア隊長と副隊長がいる。本部は西メインストリートにあるアンソニア消防署は1871年にアンソニア・ボロ政府によって設立された時に歴史をどることができる。1871年8月24日、幾人か著名な住人が ボロツの消防隊を組織し、アンソニア消防隊1号と名付けた。その後すぐに中古の四輪ホース車を購入したが、それにはイーグルホーズ中隊と名前が書かれ、車のランタンのガラスには数字の6を掘られていた。隊員はその名前と数字を取ろうとしても傷を与えるだけだと判断した。その結果隊員は消防隊の名前をイーグルホーズ中隊6号とすることにした。 1879年、ボロがフックラダートラックを購入し、タイの名前をイーグルホーズフックラダー中隊6号と変え、それが現在も正式名となっている。2005年頃、イーグルホーズ中隊が1859年にウィリアム・ウィリアムズが作った、その貴重なパレード車の修復を始めた。 この車はニューヨーク市ボランティア消防団のイーグルホーズ中隊1号のホース車だったことが分かった。このホース車は最初に作られた時の色塗りで修復された。1875年、ウェストアンソニアの住人が消防組織の設立を請願した。コネチカット衆議会がダービーの町でウェストアンソニア消防地区の設立を認証した。1876年2月12日、 この消防地区により、ウェストアンソニアホーズ中隊1号が正式に組織された。その後すぐに名称を、ファウンテンホーズ中隊1号と変え、それが今日も使われている。その名前の由来について、一つは、ファウンテン湖水力中隊から取ったという説と、その組織化時点で中隊に贈呈された少女と、少年を描いた噴水にちなむとする説がある。 この二つの中隊は、その組織下の時から1894年まで、互いに密接に動くものの独立して運営されていた。アンソニアが1889年に、ダービーから分離した町になった時、二つの消防隊は、別々に運営を続けた。アンソニア・ボロが、イーグルホーズ中隊の資金を出し、ウェスト・アンソニア消防地区が、ファウンテンホーズ中隊の資金を出した。 それから間もなくアンソニアが町として法人化され、現在あるストリートボックス警報システム東側に据え付けられた。ウェストアンソニア消防地区がその地区のために警報ボックスを購入し、システムに連動させた。1893年、アンソニアが市として認証され、別々だった町とボロの政府を統合した。これに伴い、1894年、 ウェストアンソニア消防地区がアンソニア消防署に吸収された。イーグルホーズ中隊とファウンテンホーズ中隊は同じ消防コミッショナー理事会と消防署長のもとに入ったが中隊は従来の名前と数字を使い続けた。アンソニアが市として法人化された後に3つの消防中隊が組織された。アンソニア消防署は現在5つの消防隊で構成され、 すべてボランティアの隊員が5つの中屯所で運営している。ボランティアであっても、隊長1人、副隊長2人ないし3人が指揮している。消防署は、署長1人と副署長4人が指揮し、消防コミッショナー理事会が統治している。消防署は、消防車5台、はしご車1台、救命隊トラック1台、ユーティリティ隊と他の支援隊で構成される。 消防危機器部隊を運営している。アンソニア消防署には、消防保安官事務所と、消防警報監督幹部もある。捜査トラックとスタッフ車を運営し、またユーティリティバケットトラックもある。アンソニア警察署は1880年頃に、アンソニアが、ダービー町のボロだった時に設立され、ダニエル・ヘイズが初代署長に指名された。1882年、ヘイズは、 容疑者を逮捕している時に銃で撃たれ、その翌日にその傷が元で死んだ。現在の警察署には警官42人と文民事務官12人がいる。組織はパトロールと捜査部に分かれている。本部はエルム通りにある。市内中心部、ノーガタック側の岸沿いにファレルコーポレーションやアンソニアカパーブラスの建物があることに加え、 市内のランドマークとして、公共図書館、YMCA、州軍武器庫、さらに多くのビクトリア様式と安城王様式の家屋がある。著名なアンソニアオペラハウスは1870年に建設され、コネチカット周最古のオペラハウスである。アンソニアは、カトリックの五教区を形成する者など多くの教会があることで知られる。 それぞれは固有の民族に関連している。セント・ジョセフ教会は、ポーランド系、ホリー・ローザリー教会は、イタリア系、セント・アンソニー教会は、リトアニア系、アワー・レディ・オブ・ジ・アサンプション教会は、アイルランド系、セント・ピーター・ポール教会は、ウクライナ系となっている。その他に、改修派教会、メソジスト教会、聖公会教会、アフリカン・メソジスト・エピスコパル教会、 バプテスト教会、ロシア正教会、ギリシャ正教会、ペンテコステ派教会ほか、キリスト教書会派の教会もある。地域の宿教ともメインストリートの建物の一つにガード藁を持っていたが、火事で焼けてしまった。1930年代半ば、アンソニアの最初の高校が焼けてしまった後で、住民はハワードアベニューに新しい高校を建てることに決めた。この建物は、 アメリカ建築のモダニズムではパイオニアの一人であり、フィラデルフィア地域での作品で主に知られていた建築家ウィリアム・レス・ケイズによって設計された。1936年に開校した時、国内でも最新の高校校舎であり、当時としては極めてユニークだった。近くのハムデン高校はほぼ同じ時期に伝統的なコロニアル様式で建設された。この校舎は、 現在アンソニア中学校に使われているアンソニア図書館1892年建設ジョージ・ケラー設計ありがとうございます。